今週は本当暑かったですね。暑かったですね、はい、まだ5月なのにこの暑さ、ね、30度超えた日があるってもうね、夏ですよ。ほぼ夏って感じですけど、まあ、5月といえば新緑の季節ですけど、はい、お隣ご覧ください。もう内藤さんがもう緑してますね。さすが花旅の人、ね、鮮やかですよ緑が、ね、皆さんも松井さんもそう涼しげだし、ね、いやもう涼しくお送りしていきましょう。そうですね、はい、そして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後までご覧ください。さあ最初のコーナーに行く前に、はい、突然ですが皆さんに問題です。問題、はい、これから出てくる映像一体何でしょうか。お答えください。7、はい、分かりますか。さあ、ね、このロゴは見覚えがありますが、何でしょうね。壁画じゃないですか。違います。正解はこちらです。はい、今友のラッピングトラックが完成しました。すごい、だね、これ。こちらのラッピングトラック、様々なニーズに合わせた物流サービスを行っている清水運輸グループさんの協力で完成しました。ありがとうございます。ね、この今玉のラッピングトラックは7トン車で主に加工食品を運びながら番組を県内外で PR してくれます。またこの青空に映えます ね、 ますね。おこれすごい目立ちますから、トラックに負けないように僕らも宣伝を、はい、していかないと番組の、はい、そうですね。その PR といえばこちらもご覧ください。私たち今玉出演者の名刺出来上がりました。そうなんですよね。ちょっと待ってこれ、はい、あの体育かなえさんのないあらない残念だな。あ、よかったよかった、戻してくださってよかった。私たち、ね、6人全員の名刺を作っていただきました。はい、ね、かなえさんもいらっしゃいますんで。いらっしゃいます、はい、見てますか。ね、6人全員の名刺でこれからねロケ先やなんかでもお配りして、ぜひともねお声掛けいただきたいと思います。なんか聞くところによると内藤さんはもう最初に配れたの全部配っちゃった。最初にいただいた200枚はもう配り終え、すごいな。その増刷していただいて今日500枚いただきました。すごい数だ。もう競争率が激しいんでしょうな、ね、どんどん配っていきましょう。どんどんスススッと配ります。さあ続いてはその内藤さんのコーナーですが、はい、はい、今回は行こう花旅の第2弾です。埼玉は花であふれる名所がたくさんあります。初回は芝桜でしたよね。綺麗だったね、うん、今回は今回はね、皆さん大好きなあのお花です。どうぞ。埼玉新都市交通ニューシャトル内宿駅にやってきました。今回私が目指すのは伊那町の伊那調整志向記念公園です。あれ、これこのマンホールに書いてあるのをよく見るとバラじゃないですか。ってことは伊那町は1990年に調整志向20周年の記念としてバラが町の花に制定されました。カラフルなマンホールもあります。さあ記念公園に到着です。すごいたくさんバラありますね。しかも今日お天気が良くなって本当に良かったですね。こちらは県内最大級のバラ園なんです。敷地面積1万2000平方メートルにおよそ400種5000株以上のバラが植えられています。今咲いているバラは春バラと呼ばれ、冬の寒さに耐え春から初夏の暖かさを待ちわび花開いたものなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、もうすごく綺麗ですね、はい、やっぱり、はい、今ちょうど見頃を迎えてます。そうなんですね、はい、今年例年に比べてより大きいなっていう風に感じますね。そうなんですね、綺麗ですしね、香りもねすごい豊かで、うん、あっちすごい赤いバラがたくさんありますけど。あ、そうなんです、はい、あれ、はい、これはい、浦和レッドダイヤモンズって書いてありますけど、はい、これもしかして、はい、これですか。そんなキャプテン翼か。こっちの方ですね、はい、すみません、こっちですね、はい、そうなんですね、すごい可愛いですね、はい、このバラは2013年に植えられたものでレッツの赤、誰からも愛される力強さがテーマの浦和レッツ公認のバラなんです。先ほどからあのすごくいい香りがしてるんですけど、はい、このあたり特にいい香りがする気がするんですけど。そうなんです、はい、ブルームーンという名前なんですけれども、ぜひぜひあの顔を近づけて。あ、
ちょっと柑橘系っぽい。これあの強香って書いてあるんですけど、バラにはですね香りの程度があるんですけど、他に中香、微香と3種類。そうなんですね、はい、じゃ一番香りが強いってことですよね。そうなんです。これはすごいなんか色味の濃いバラですね。はい、そうなんです。名前を黒真珠という、実はですね、霧吹きでちょっと水をかけてみますね。どうですかね、真珠っぽい感じしますね。なんかちょっと大人な魅力のある色味なんで素敵ですね。そうですね、稲町生まれ稲町育ちのバラがあるのでぜひご紹介したいなと思います。見たいです、はい、こちらですか、はい、まず下が稲ローズ、稲ローズ、はいはい、上が稲姫。あ、上が稲姫なんですね、はい、稲ローズの方はこれ周りのこの、はい、花びらの部分もすごいフリルみたいになってますね。はい、バラというよりもこう、うん、可愛らしいものを今回選んで作っていただいてますね。そうなんですね、うん、可愛いですね。稲姫の方は、はい、なんか特徴みたいなのがあるんですか。はい、稲姫なんですけれども、うん、はい、ツルバラと呼ばれるバラの一種なんですね、うん、例えばアーチとか。あ、なるほど。そういった形でもこうバラがこう咲き誇るようなアレンジができる。そうですね、すごい。ここでしか見れない、見ることはここでしかできないですね。そうですね。じゃあもうここに来たらぜひ見ていただきたいですね。はい、はい、そしてこちらは双子のバラの妖精、イナローズちゃん、ローズくんです。かわいい、かわいい。イナローズちゃんと、イナローズくんと言います。あ、こんにちは。え、かわいい。あ、こんにちは、ローズちゃん。握手して。え、かわいい。お花が素敵ですね、頭の。ローズくんとローズちゃん、好きなバラってありますか。あ、ローズくんはイナローズだよね。あ、さすがイナローズくんだもんね。じゃあローズちゃんはありますか。全部全部好きなの。そうか、すあれ、え、あれ、ローズくん、ローズくん、ローズくんも、ローズくんも、僕も全部好き。僕も全部好き。全部好きなんだね。バラ園では今月の12日ローズウェディングが行われ、ローズちゃん、ローズくん、そして多くのお客さんが新郎新婦を祝福。結婚式の後はバラの植樹も行われました。これが植えたバラですね。こちらがそのバラなんですね、はい、すごいロマンチックですね、はい、バラの花ってどれぐらいの年月花を咲かせるものなんですか。あの、ちゃんとお手入れしていけば長く持たせることできるんですね、はい、まさに永遠の愛をバラに誓うという感じですね。そうですね、はい、すごい素敵ですね。うちのお庭にもバラがあるんですけど、はい、どうやったら上手に育てられますか。はい、大きく分けて3つのポイントがあります。3つ、はい、1つ目ですが、剪定をちゃんとしてください。で、2つ目ですが、病気や虫がついた場合早めの対処をお願いします、はい、で、3つ目、一番大事です、はい、日当たりと風通しの良いところで育ててください。なるほど、はい、調整志向記念公園のバラ園、ぜひ行かれてみてはいかがですか。次に向かったのは深谷市。あ、バラがありますね。こんにちは。お仕事中すいません。あの、こちらはバラ農家さんですか。はい、バラを栽培しています。実はこのバラ、はい、観賞用じゃなくって、はい、食べられるんです。え、食べられるんですか。はい。え、田中さんが育てている食べられるバラの特徴を伺いました。白いバラなんですけれども、うんうん、このバラはとても香りがすごく豊かなんですね、はい、このピンク色の花はとても花弁がたくさんついているんですね、うん、育て方に違いってあるんですか。土と農薬を一切使用しないでこの食べられるバラを作っていることです。田中さんのハウスでは土ではなくロックウールという特別な素材を使っています。また給水は1日9回、ポタポタとご覧のように少しずつ少しずつバラに与えているんです。土を使わないこともあってハウスの中はとても綺麗です。
そうだね、すごい綺麗ね。すごく新鮮で美味しそうですね。あ、そうなんです。ぜひ一輪食べてみませんか。いいんですか。はい、食べたいです。ぜひ召し上がってください。まるでベルベットのような肌触り。柔らかいですね。そうなんです。しかもあのバラの風味がすごい。収穫されたバラの花はジャムやお茶、化粧品などに姿を変え販売されます。花びらもとっても美味しかったんですけど、ジャムも食べてみたいなーなんて思うんですけど。ご用意しますので。あ、いいんですか。少々お待ちください。ありがとうございます。ということで特別にご用意いただいたのがローズティーとローズジャム。ジャムはヨーグルトに添えていただきました。こちらの紅茶も色がちょっと赤い感じがしますね。はい、こちらハーブティーになっていて、はい、中にローズヒップとかも一緒にブレンドしているので、そうなんですね。はい、すっきりお飲みいただけると思います。はい、すごくいい香りです。美味しいです。ありがとうございます。はい、ちょっとジャムの方もいただきたいと思います。お召し上がりください。このトッピングもすごい可愛いですね。ありがとうございます。うん、バラ入ってますね。すごい美味しいです。はい、ありがとうございます。風味がやっぱり口に入れた時にブワッて広がりますね。レストランなどでは田中さんの育てたバラが食べられる美しい飾りとして料理を引き立てているそうです。華やか。最初からうまくいったんですか、うん、この事業は。いやもう全然最初1年目はもう本当に全然うまく咲かなくって、すごい頑張ろうと思ったこうきっかけというか、うん、はい、それはどう。私のひいおばあちゃんがすごくバラが大好きだったんですね。そうなんですね。はい、バラがあれば女性は必ず強くなることができるっていうのを幼い頃からすごく言われていて、すごい憧れの人だったんで、ひいおばあちゃんに近づきたいなと思って。バラに魅せられた田中さん、さまざまな壁やトラブルを乗り越えられたのは、バラの新たな魅力を伝えたいという強い思いと、数々の努力、工夫、そして大好きなひいおばあちゃんとの思い出があったからでした。さて、行こう花旅、続いては…こちらは川島町の平成の森公園です。この公園にはバラの日本一があるということなんですけれども、一体どんな日本一なんでしょうか。平成の森公園は埼玉スーパーアリーナ約2個分の広さがあります。森をイメージして1996年に公園として整備されました。緑にあふれ工夫が凝らされた園内は家族でのお散歩やお出かけにぴったりです。これが入り口ですかね。看板がありますね。見てください。日本一長いバラのトンネルです。これが日本一だったんですね、この公園の。バラの小道は60種474本のつるバラによって作られたバラのトンネル。その長さは340メートルを超え、日本一と歌われています。明日までバラの小道週間として模擬店などが出ています。新緑が輝きバラが咲き誇るこの時期、平成の森公園が一番魅力的な季節です。さてトンネルの中は、今私はまさにバラに包まれてお散歩といった感覚です。何しろ340メートルありますから見応えも十分ありますし、円になっているのでいつまでもいつまでも歩いていられますね。すごく綺麗ですね。可愛いですね。そして夜にはライトアップされるんです。ライトアップって冬だけのものじゃないんですね。照明に照らされたバラもまたロマンチックで綺麗です。さて行こう花旅、今回はいろいろなバラを探して旅をしました。
皆さんも綺麗な花を求めて花旅をしてみてはいかがでしょう。すごい綺麗ね。綺麗ですね。花旅2回目でしたけどいかがですか。はい、今回はですねバラの香りがとても特徴というか印象的でしたね。バラ、はい、って見るもんだと思ったらそのね食べられるってすごいよね。そうですよ、はい、でローズラボの田中さんはバラから作るジャムやお茶だけでなく、はい、化粧品も作られているんです、これは今シーズンに発売された新作なんですけれども、よかったら香りを嗅いでみては。すごい、いけるかな。すごい、すごい、化粧品、あすごいもうスタジオ中すごい香りが、そうなんですよ、はい、ローズラボの商品は、ホームページを見てください。なんかこういう香りに包まれるといいですね。続いてはウィークリーピックアップです。松井さんお願いします。はい、お伝えします。ブータンの陸上競技大会に参加した寄居町の高校生が14日上田知事に交流の成果を報告しました。報告に訪れたのは県立寄居城北高校陸上部の山口香さんと小林風花さんです。寄居町はブータン陸上チームの東京オリンピック事前キャンプ地になっていて、2人はその交流の一環として大会に参加しました。報告を受けて上田知事は、異なる文化や歴史でも人としての共通の基盤を大きく強くしていってほしいと感想を述べ、今後の交流に期待を寄せていました。東京オリンピック参加国の事前キャンプ地は県内で現在ブータンの他にイタリア、ブラジルなど5カ所が決まっていて、今後もそれぞれの国と交流が進められていきます。いろんな靴履いてる人や裸足出してる人もいるんだなってやってみて思いました。オリンピックで日本だけではなくブータンの選手も応援できる人がたくさん増えるといいなと思ってます。以上ウィークリーピックアップでした。今どき埼玉、今たま。ありがとうございます。続いてのコーナーは小坂君。はい、続いては私たちの身近にある図書館の話題です。はい、埼玉は全国で2番目に多いなんと160の図書館があるんですけれども、その中には県立図書館が熊谷市と久喜市の2カ所にあるんですね。県立の図書館って行ったことないな。確かに、もしかするとね馴染みがないかもしれないんですけれども、はい、この県立図書館、あの市町村の図書館とは違って専門書が充実しているんです。そうなんだ。はい、県民の知識情報の拠点としてさまざまなことができるこの県立図書館の活用方法やお役立ち情報をご紹介します。最初は熊谷駅から歩いて20分ほどのところにある県立熊谷図書館。歴史や哲学、産業といった専門分野の蔵書を集めている中、注目はビジネスの分野です。1階のフロアにあるビジネス支援室、2年前に開設されビジネスに役立つ情報や起業を目指す人向けの本が揃っています。支援室の司書は利用者にアドバイスができるようビジネス情報の講習会にも参加してスキルアップに努めています。ビジネス支援室では経営や就職、会社などの関連図書やデータベースが利用できます。例えば事業を始めたいけどどうすればいいのかという方に活用できる情報や仕事をする中で必要となる情報などを提供しています。県立図書館全体で契約しているデータベースの数はなんと23種類、全国トップクラスです。そのうち企業やマーケティング情報のデータベースが14種類あります。契約料金が高額なため個人で利用することが難しいデータベースを無料で使えます。では開業したいという方が具体的にどんなことができるか見てみましょう。まずは開業のための準備や市場の動向、今何が求められているのか解説してくれる資料を調べましょう。どんな本に載っているのか司書が案内します。続いて最新情報を得るためデータベースを利用しましょう。例えば市場情報評価ナビミーナを使ってみましょう。市区町村の市場比較やどんな年齢層が住んでいるのかなど見ることができます。開業のための補助金が必要な場合、
このようなデータの提出が求められます。趣味や特技を生かしてカフェやパン屋さんを開きたいなんて思っている方、図書館で最初の一歩を踏み出してみませんか。熊谷図書館にはもう一つ特徴があります。こちらの車、一般の方から要望のあった本を市町村の図書館や埼玉大学、埼玉県立大学の図書館に届けるための配送車です。熊谷図書館は県内の図書館の中継地点の役割を担い、年間およそ90万冊の本や資料を各図書館に届けています。最寄りの図書館にない本が県立図書館に集められてくるんですね。さて師匠と松井さん、図書館で調べ物ってしたことありますか。僕ならその落語関係の江戸時代のこととかって見るんだけどね、すごい膨大でさ、読んでるうちにお腹いっぱいになっちゃう。松井さんはどうですか。そうですね、やっぱり最近はネットで調べることの方が多いですかね。そうだよね。そうですよね。でここで知っておくと便利な図書館を有効に活用する方法があるんです。はい、内藤さんも注目してください。それがこちらです。なんですか、ただ広い感じです。そうですね、広い映像ですけど、はい、この方です。よく見てください。司書さんなんですが、はいはい、司書さんに声をかけることが図書館を使いこなす第一歩なんですよ。いいの声かけて大丈夫。そうなんだ。司書は図書館を利用する方の味方です。暮らしの中で知りたいこと、調べたいことが図書館で見つかるようにお手伝いいたします。不安で曇ったお顔のお客様が晴れ晴れとした笑顔でお帰りになる時が私たちにとって一番嬉しい瞬間なんです。いや、すごい新しい情報で心強いです。そうなんですよね。そして松井さん、ネット検索とは違う、調べるプロが司書さん。なるほど、情報探しのプロですね。インターネットには情報があふれていますが、そこから本当に信頼できる価値ある情報を見つけるのは実は難しいのです。司書に相談していただければ活字資料やデータベースからお客様のニーズに沿った情報源を提案します。また図書館に直接来館しなくても電話やファックスなどで相談することもできます。図書館は本を読むだけのところではありません。司書さんに情報を聞いて図書館を賢く利用しましょう。もう一つの県立図書館を紹介しましょう。久喜駅から歩いて20分ほどのところにある県立久喜図書館。自然科学や芸術、文学といった専門分野の蔵書を集めている中、久喜図書館の注目は健康医療の分野なんです。健康医療の情報コーナーには入門書や専門書などの本がおよそ7200冊、その他に持ち帰ることができるパンフレットや医療に関するデータベースなどが揃っています。自分や家族が病気になった時、病気や治療法についての情報や生活を支えるための情報など必要な情報を調べることができます。高度な専門書というよりは一般の方が自分で理解できるように本を集めています。探すのに迷ったら司書に声をかけてください。プライバシーに配慮し必要な情報を探すのを手伝います。さらに久喜図書館では利用者の関心の高い分野についてコーナーを設けています。利用者の関心の高いテーマで開催した資料展から発展させ3つのコーナーを設けました。がん情報コーナーはがんと向き合うための基礎知識や治療法などおよそ500冊を揃えています。見て聞いて感じる読書コーナーは発達障害に関する資料のほか録音図書やユニバーサル絵本などを紹介しています。そして妊活のコーナーでは妊娠や出産、不妊治療などに関する本を揃え紹介しています。なるほど、利用者の要望に合わせて柔軟に対応してるんですね。ところで皆さん、インターネットを使って自分で情報を判断していませんか。するこれちょっと注意が必要なんですよ。インターネット上には疑わしい情報も氾濫しています。図書館では司書がチェックした信頼性の高いサイトをご紹介しています。また久喜図書館のデータベースは最新の医療に関する情報を無料で検索できます。最新の情報を安心して得られる豊富なデータベースと本探しのプロ司書による情報の提供、
あなたの知りたいを図書館で解決してみてはいかがでしょうか。そうか、なんか情報って今インターネットで簡単に手に入るけど、 それが本当に正しいのかってわからないしね。確かに活字の資料、いや大事だね。県立図書館がすごく身近に感じられるようになりました。今しかもこう司書の方とのお話を聞いたりしてっていうのは嬉しいですよね。直接こう信頼ある情報をもらえる。確かに話しかけちゃいけないもんだと思ってたけど話しかけて大丈夫なんですね。大丈夫ですね。で今回ご紹介した熊谷と久喜の図書館ではですね、このような冊子を出しているんですね。熊谷図書館では仕事に役立つリサーチガイド、そして久喜図書館では健康医療情報リサーチガイド、これどちらも無料で提供されています。ぜひご利用ください。また県立図書館のウェブサイトからもご覧いただけます。いいですね、こういう冊子がもらえるんですね。でさらに熊谷図書館ではまた毎月の第1木曜日なんですが、女性起業相談会、創業相談会、女性創業相談会というのがあるわけなんですよね。すごいな。これ例えばパン屋さん、趣味を生かしてやりたいという方なんかが相談に行くといいかもしれないですね。ぜひともいらしてみてください、続いては今週のインフォメーションです。松井さん。はい、お伝えします。皆さん連休明けにこのような郵便物が届いていませんか。はい、こちらは自動車納税通帳。はい、はい、そうなんです。納期限は今月31日木曜日までです。これ金融機関やコンビニだけじゃなくてパソコンとかスマホからでも支払える。すごい便利ですよね。そうなんですよ。でもそれだけで終わらないのが今たまのインフォメーションです。はい、なるほど、はい、実は埼玉県には自動車税納めてプラスキャンペーンというのがあるんです。何ですかそれは。今月31日までに納めた自動車税の領収書などをキャンペーンに協賛するお店に提示するとガソリンやカー用品など商品の割引、そしてオリジナルグッズのプレゼントなどいろいろな特典が受けられるんです。しかも特典は8月31日まで続くんですね、特典を受けられる店舗が県内で500カ所近く、すごい。協賛店はこちらのステッカーかポスターが目印。皆さんも自動車税を納めてぜひ特典を受けましょう。以上今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。内藤さん。はい、今回は最初のコーナーでご紹介したバラのお土産です。ローズラボさんからバラのジャム、稲町からバラの付箋をご提供いただきました。ありがとうございます。こちらをセットにして3人の方にプレゼントします。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、そして番組のご意見ご感想を必ずお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは22日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。